はい、皆さんこんにちは。貨幣研究室ファイナンシャルプランナーの伊藤です。今回ご紹介するのは原文小判ですね。こちらをご紹介したいと思います。結構立派な小判ですね。大きいですよね。まあ大きいといってもこれが普通ぐらいなんですけど、結構両替商の刻印がついてる、まあ使われていたと思われる小判になります。この原文小判は原文の文という字を取って、どこの時代のものか分かるようにするためにここに文って書いてありますけども、これ文は新書体の文字で描かれています。まあ元禄小判とね、見分けをつけるために文を使ったというのが一つと、あと後ほど出てくるね、文政小判、こちらは草書体で書いてあるので、それでも見分けがつくようにこの文でどの小判かが分かるようになっているというようになっています。こちら結構長く使われましてね、1736年から1818年ですから、およそ82年使われていた小判になります。13g ありまして、金が 65.3%、銀が 34.7% の比率で作られております。まあ、新書体の文で描かれているので、新文小判なんてね、いうふうに言われるケースもあります。なお、これは通常のものです。吉という文字が入ってるから私は好きなんですけど、川吉と書いてありますが、ここが大吉と書いてあればね、まあ偶然なのか、献上用なのかによっても変わってきますけど、まあ献上用は当然高いし、で、偶然大吉となったものも値段は高くなります。この他、七福小判と言われるね、大吉、小吉とか馬神とかね、七州、そのめでたいものがあるわけなんですけども、そちらなんかはやっぱり七福小判ということで、かなり人気を呼んでいて、高値で取引されるというものになっています。この他ですね、佐渡で作られたものとしては、筋に当てとか、もしくは筋に紙と書いてあるものなんかも、まあ人気が高いという小判になってきます。まあこちらは通常の原文小判になるんですけど、昔買ったものですけどね、今から思えばやっぱり小判っていいねと、金っていいねと思える、そういった小判になりますね。結構この小判集めていくのも面白いですよ、ね、ぜひしっかり見て、ああこれが本物の小判かというところをね、ご覧いただければと思います。ちょっとこれはかなり使われていたものになりますから、ちょっと見にくいかもしれませんが、これが原文小判になりますね。また江戸時代のコレクションね、録画できるときにぜひしていきたいと思っておりますので、楽しみにしていてください。またチャンネル登録よろしくお願いいたします。